ジェリーク。それはあなたと私の夢の中の物語。一日のお疲れの中で、束の間の癒しがそこにある。今までにないこの感覚をあなたも体感できる。扉を開ければみんながあなたを待っています。さあ、そっと瞳を閉じて、あなたと私の夢の旅へ。お相手は岩崎恵美です。過去と未来を結ぶ架け橋。このかけがえのない時間が今の私にはとても大事。わずかな時間の中であなたと過ごすこのひととき、それが心と体を癒してくれる。今この瞬間、私だけを見て、時間の許す限り、あなたは今何をしているの？遠くにいても近くに感じるのはあなたの存在が私にとって特別だから。言葉ではうまく伝えられないけど、あなたに会いたい、声が聞きたい、ただそれだけで心が温かくなる。何気ない瞬間もあなたと共有できたらどれだけ幸せなんだろうって、そう思うんだ。気づいてほしい、この気持ちに。
なたが笑うと、私の心も晴れる。あなたが辛い時は、そばにいたい。これが私の正直な気持ち。この気持ちは絶対に変わらない。ずっとあなたのことを思っているから。未来の間で、夢と現実との間で、静かに夢を見続けるあなたに、黄昏時の空の星々が奏でた大空の感想曲、アンジェリーク。どうぞこの風の音楽があなたの旅を美しい夢の色に彩りますように。そう、果てしのない夢の旅の終わりは、あなたの新しい旅の始まりです。アンジェリーク、あなたと私の夢の旅へ。お相手は岩崎恵美でした。